はいどうも、ケイキングです。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうということで、今ね、動画撮ったばっかなんですよ。撮って、まぁ、あ、ちょっと一回、なんとと、SR と戦ってみますか、って撮ったんですよ。あ、もう戦うやついないっすね、みたいな感じで。で、またね、更新来ました。早かったっすね。まぁ、あ、やっぱこの時間は結構戦ってるんですかね。ちょっと更新してみます。よし、じゃあ行きますか。ちょっともう一回バトル行きたいなと思います。今ね、一回戦ってこんな感じになってます。不動が落ちて、はい、残りはまあ、元気と。はい、で、SR はこんな感じです。玉霊ね、危なかったです。めっちゃ削られました、これ。はい、じゃあちょっと行ってみますか。剣速がね、3700なんですよね。先手取りたいんですが、はてなか。強いとこ行っとくか、これ。レベル92とか相当高いよね。レベル91、92、この辺は高いっすよね。あとは、なんと、こっち。サウザー。ちょっとこっちはわかんないっすね。とりあえず、ユリア行っといた方がいいかな。とりあえずは。ちょ、ユリア行っときます。はい。じゃあ、バトルで。強そうな人と戦いたい。まあ、そんな感じですね。シャオ！やっぱダメージ出るよね。あ、ヒューイ育ってない感じっすね。戦う剣士たちに光を。ちょっとこれ早く攻撃しすぎたか。これは天空に舞う羽、どんな達人にも砕くことはできぬ。今の相手は戦闘力20万でした。誰かが一回攻撃すると、その戦闘力とかこう出るんですよ。それであの強い、まあ、戦闘力って残ったりするじゃないですか。まあ、そこ行った方がいいっすね。まあちょっと今日はね、動画撮ってるので、そのまま行っちゃいます。もうこれどれが強いかわかんないです、これ。とりあえず92の玉で行きますか。まあ黄色のプラス3まで育ってるので。はい、ちょっと行ってみましょう、これ。さあ、相手どうだ？良さそうな感じは出てます？好きだらけよ。とりあえず俺が先行。特攻隊長。これ見よう。結構ね、これいいダメージ出ますよ。烈風中戦陣、シャッ！出るね、出るね。持ってくね。この辺ちょっと久しぶりなんで見ますか。さあ、トキ持ってってバチーンとね。さあ持ってく。なんと降格編奥義。ここしかもいい列来ましたね。ユダだよーって。強い。私はこの拳銃を決して肌身から離したことがないわ。はい、今の対戦相手が戦闘力35万。はい、とそんな感じっすね。まあ、まだね、 SR のバトル2回しかやってないのでちょっとよくわかんないんですが、まあヒューイ強いね。全体攻撃のヒューイ。カーネルもいいかもしれないですね、覚醒してるなら。まあ、全体でゴリゴリ削って、まあシンとかユダ直線でこうダメージ与えていく。まあ、それもいいかもしれないですね。はい、ということで、またあのバトルの動画出していきたいなと思います。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。